アラペコアザラシと申します。野村ガロ野望申請 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択題名は南部、第15回を始めさせていただきます。前回はついに上杉謙信との戦を決意し、越後に攻めかかっているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。よし、合戦。布陣を始めよ。よし、4部隊。いいんじゃないの？威風弱発生。しかも、謙信はね、いない状態での戦いですからね。だけど、兵力がほぼほぼ同数っていう。いや、これは厳しい。謙信を巻き込まなくてよかった。これで謙信巻き込んだらとてもじゃないけど、勝ち目ないぞ。さてさて、相手は1部隊ずつがでかい。いやー、しかも強い武将ばっかりだなー。柿崎景家なんか、なんだこの凶悪な攻撃は、攻撃能力は。さて、それでは、小野寺さん、混乱持ち。この混乱持ち2人をうまく使いたい。川田長近は、右翼が厳しいから、右翼に強い部隊を配置しないといけないですね。これで、いや、上宗前出しましょう。加勢さんは後ろに残ってもらいましょう。でも混乱持ちなので、まあこれでいいでしょう。では進めていきましょう。さあ、開戦です。上杉家との初戦、運命の戦い。まず伊達上宗は高台、石亀さん、そして久能平さんで、こちらコブの要所を狙っていきましょう。小野寺さんは一旦こちらで待機、吉明南部さんで前出しましょう。で、加勢さんは、加勢さんは小野寺さんと同じようにこちらまで行きましょう。では進めていきましょう。なんとしてもこの高台からの射撃はここまで行く。石川さんでちょっと戦ってもらうか。なるべく容赦は落としてほしくないですからね。柿崎景家とは戦いたくないな。どのように動くかですね、相手が。村上義清が南下していく。そしたら最上義明で向かいましょう。で、小野寺さんも向かいましょう。加勢さんはここまで向かいましょう。コブの要所はなんとか落とせそう。で、こちら高台は伊達さんが落とせそうですね。はい、騎馬突撃レベル5。そしたら最上義明で要所を落としましょう。南部さん一旦下げましょう。で、小野寺さんこちらまで向かいましょう。よし、高台制圧。高台からよ、あの射撃をしてもらいましょう。で、石亀さんで強撃、久能平さんで軒口破壊、加勢さんはちょっとここで待機ですね。これでいいでしょう。で、柿崎景家が来ていると。ホブの要所を狙ってくるか、狙ってくるであろうが、軒口の破壊は防衛の方に向かうでしょう。はい、よいしょ、制圧。当然使います。コブの要所は当然効果を使いますよ。このまま南下しましょう。で、もう少しで混乱がたまりますね。勝敗を決めてやりましょう。
はい、要所制圧。このまままっすぐ進みましょう。足を動かせ。久能兵さん、そしたらコブの要所を狙いましょう。加勢さんの混乱、コブの要所を取り返されたのはちょっと大きいぞ。加勢さんの方に来るか。よしよしよし、ウシュの故障に刻み込め。いいよ、これなら戦えるでしょう。ではそう、軒口狙いたいのよ。うわー、凶悪なのが来てるな。で、南部さん一旦休ませましょう。とりあえず川田長近をなんとか倒そう。で、加勢さん頑張って、こんな入るでしょう、もう少しで。加勢さん頑張って、よし入った。混乱、いいよいいよ。小野寺さんも混乱入れた。とりあえずコブを使わせるわけにいかないですからね。柿崎影家とは戦いたくなかったけど、よし川田長近撤退、軒口破壊向かいましょう。九郎兵さんで、そしたら強撃を仕掛けていきましょう。ご命令をください。川田長近はこのまま撤退させたい。よし壊滅出た。そしたら石川貴信も要所、軒口を破壊しに向かいましょう。加勢さんと柿崎影家の凶悪な能力がなかなか減らない。南部さん前出しましょう。小野寺さん下がりましょう。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。いいよ、軒口破壊、もう少し、もう少しで軒口破壊する。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。あー、最上義明が厳しい戦いになってきた。好機がございます。加勢さんがやばい。我が戦法にて押し通る。よし、軒口破壊成功。そしたらあとはこの全軍でこの要所を落とせば終わり。よし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 、加勢さん頑張った。うまくなんとかなんとか頑張ってくれた。よし、しかもこれでコブの要所を使えると、いやー、いいんじゃない。よし、加勢さん頑張った。今こそ勝機をつかむ。小野寺さん、そしたら北に向かいましょう。小野寺さんそんなに弱くないからね。よし、加勢さん頑張った。加勢さん下がりましょう。久能兵さんは柿崎影家と戦うと。久能兵さんが軸ですからね。お、武士の故障出たぞ。よし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 、これで柴田さんはもう相手にならないですね。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。あとはこの軒口を早く落としてくれ。よしよしよし、いいぞ。よし、村上対撤退、これにて優勢勝利。いやー、拠点を落とすよりこちらの方が早かったですね。要所を落とすよりね。よし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 、あとは迫り来る軍神をどう戦うかですね。これで威風ジャック発生だよ。いいよ、これで柴田城に一気に行けますね。ありえぬ。そしたらこのまま柴田城に向かいましょう。で、兵力が減りすぎた加勢さん頑張った、撤退してもらいましょう。では進めていきましょう。米の家が立ち、ちょ待ってって、合戦しないとさ、軍神だぜ。
さあこちらは7部隊の戦い。よし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 、ここはねあっさり勝っていきましょう。いくら軍神といえどね、これじゃあもう相手にならないでしょう。では開戦するのは最上義昭786回、ちょっとまずいですね。じゃあこれでね軍神のね回想シーンを見てもらいたいと思います。はい、上杉テルトラ撤退です。いやー厳しい戦いだった。一部隊僕らも撤退しちゃったんですけどね。あ、でも撤退する前になんとか倒したみたいだな。よし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 。ただ101人まで減らされましたからね。撤退してますね。で、強行中ですね。須賀川で米問屋が立ちました。で、あとは山形でも米問屋を建てていきましょう。はい。で、あと建てたいところは、南部はもうほぼほぼ建てましたかね。最上義昭も、いや、九戸さんが2日はもう無理、撤退へと戻らん。で、最上義昭ももうちょっとですね。最上義昭優秀だからな、ちょっと柴田城の。最上義昭さすがに56無理、撤退。はい、柴田城陥落。諦めて縄につく。投与していきましょう。で、あとこの5600を倒すだけと。いかに動くべきか。前に出ましょう。義昭はさすがに撤退です。はい、合戦できるのでやっていきましょう。いやー、格好撃破していけばいくら上杉家とはいえ倒せるでしょう。ちょっとこれはまともに水原さんとぶつからなきゃ勝てないですね。では進めていきましょう。まあここも飛ばしていきたいと思います。はい、杉原さん撤退です。これで押し寄せてくる部隊はどれぐらい？全部大撃破。435の損害はまあ良かったんじゃないでしょうかというところで、一旦柴田城に騎乗しましょう。あとは北条高広の部隊が来るかどうかですね。で、引き抜き。いやー、お金がもったいない。そしたら柴田城にまずは灌漑水路を建てましょう。はい。で、大宝寺に米問屋を建てましょう。北信親を入れたいから使うのをやめときましょう。で、柴田城には北信親さん、はい、配属いたしましょう。で、領主最大と。で、あとは北条高広が来るかどうかですね。来ればよし。で、南東北の軍勢で越後だけしか接してないので、南東北の軍勢で越後に攻め込みたい。北条高広がどれぐらい、米沢城で米問屋立ちました。そしたら連兵城を建てていきましょう。やってみせましょう。来ますね、諦めずに。なかなか骨があるじゃないか。ん？
13000柴田、これがあるから強気だったのか。では進めていきましょう。よろしいでしょうか。いや、もういいよ。もうね、久野平さんと大浦為信のね、停戦交渉しません。国衆取り込みね、やっちゃってもいいけどな。上申いたします。お金がない、やめよう。うん、なんとかなるだろう。南部春政がいるから合戦ができますからね。では進めていきましょう。で、軍事出撃で南下して北条高広の部隊に向かわせましょう。柴田城で灌漑水路が立ちました。そしたら米問屋を建てられるので建てておきましょう。はい、はい、合戦できる、やっていきましょう。格好撃破していけばいいですからね。で、相手を動揺状態にして南東北の部隊で一気に土地王城とかね、狙っていきたいところですね。で、こちら回戦していきましょう。さあ回戦です。あとは撤退する様子を見てもらいましょう。はい、北条高広さん撤退です。で、あとは柴田が来るのを防げば勝ちますね。はい、218の被害。異様南部春馬さ。あとはこの14000、これさえ倒せば。どっから来てるんだ、七尾城から来てるのか。優秀な城だからな、七尾城も。はい、一旦騎乗しましょう。城に戻ります。で、風分で平雲の鎌と松永久秀の最後ってことは、やばいことになってますね。武田とは同盟結べるよ、同盟結んでいきましょう。で、武田と織田を戦わせたいですね。お、北条がまだ残ってる、これはいいぞ。では進めていきましょう。よろしいです。仲良くしていきましょうな、武田さん。で、年平城が立ちました。葛西さんがお亡くなりで、お金ができたので米問屋はもう南東北はほぼほぼ配備が終わった。寺池城だけちょっと全然できてないな。はい、でもそんなところぐらいか。で、柴田城も連平城をねガシガシ立ったいとこですね。よし、柴田城から出撃でこちら前出ましょう。行くべき時は今ぞ。柴田城、柴田さんに向かって進軍です。はい、合戦やっていきましょう。いいよいいよ、これでこの柴田を倒したら南東北から進軍いたしましょう。あ、待ってるの時間無駄だったな。柴田城に向けて進軍しておけばよかったな。さて、それでは開戦です。はい、柴田さん撤退です。まあ忠誠の低い方ですからね。よし、これで上杉の進軍は防いだんじゃないの。いや、うまく引き寄せられましたよ。さて、これで一旦ここの部隊は撤退、そして我らの進攻がスタートしますということで、まずは土地王城に向けて進軍です。米沢、大宝寺は兵糧がないので、山形も兵糧ないか。
郡西山、城を奪いに行こうぞ。で、はい、米沢はこのように向かっていきましょう。心せねば。で、丸森城からも出撃です。土地王城に向かって進軍しましょう。厄介なのは黒川とか津川から出てくるかどうかなんですが、津川を先に落としたいところですね。で、あとは本拠地をどこに持ってくるかですね。どうかご命令を。延沢、最上義昭、大宝寺、明星、南部小勢も出しましょう。で、寺池、寺池から与板城、利府城、ご命令はいかに、与板城、あともう一つ相馬中村、ダメだ、160日もかかるじゃん。ここに矢ヶ島はダメだな。ご命令はいかに、土地王城ダメじゃん。城に舞い戻るぞ。いかがしましょう。ケマナイもダメですね。お指しず、土地王城はいけるか。まずはじゃあ土地王城を落としてからですね。で、津川と黒川を落とさないと話にならないかな。やっぱり停戦に持ち込むか。そうですね、停戦に持ち込みましょう。で、上杉の軍勢と停戦を結び、その間に黒川、芦名ですね、芦名とあと佐竹落としましょう。それでいきましょう。ただいよいよもって降水事情はちょっとできないので、岐阜に本拠地を移しましょうかね。で、北東北は誰か家老に任せて、で、そうしましょう。それがベストですね。では進めていきましょう。いかがだったでしょうか。まずは初戦、上杉との戦において柴田城を確保することができました。しかしね、やっぱりちょっと越後は攻めづらいですね。まあちょっとね、届く、まあ城っていうのがね、なかなかねないっていうのがね、ちょっと結構厳しいかなと。柴田城なんかはね、東北に近いからいいんですけれども、それ以外のね、越後の城に攻めかかるのがかなり厳しい状況でございます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。